体の前面っていうのは使いすぎていて、体の背面というのは基本的に弱っています。前側をまず伸ばしていくメニューを紹介します。膝ついた状態で足を開きます。足同士はくっつけてカエル足を作ります。後ろに倒れて戻るだけです。お尻を前に出して腹筋を使いながら倒れて戻ります。いきましょう、スタート。できるだけ倒れたら帰ります。しっかりお腹に力を入れてください。息吐きながら、お尻が出ないようにしっかり倒れて OK です。次はうつ伏せです。脇の下に手をつきます。体をしっかり反らしたら持ち上げてゆっくり降りていきます。あと20秒間です。体はまっすぐ下ろしてください。しっかりこれでね、全身の筋肉を使っていきましょう。 OK です。次は横向きです。肩の下に肘をついて、足の側面だけを床につけて体を持ち上げます。もし体が上がらないよって方は膝から下をつけてください。膝から下をつけるときは膝を90度に曲げて体と一直線になるように太ももを揃えてください。できる方は足を伸ばして、こういう感じです。これでキープです。いきましょう、スタート。これで横に崩れる姿勢を保つ筋肉がつきます。もしね、余裕がよかった方はね、手を上げたり、足を上げたり、足をね、動かしたり、足を回したり、いろんなことをしてバランス保ってください。前後でもいいです。できない方はこれでいいです。はい、OK。反対も同じです。いきましょう。スタート。これでキープ。余裕な方はいろんなことをしてください。足前後に動かしてバランスを悪くしたり、綺麗に丸を描いて動かしたり、上下に動かしたり、いろんな方法があります。今回はこの初級中級バージョンで OK です。あと少しです。 OK。 最後は足は軽く開いて、足を持ち上げて、上体を起こして、この状態でキープ。それでは行きましょう、スタート。こんな感じでキープ。息を長く吐きます。頭重たいの、首つらいよって方は手で持ってください。お腹がプルプルしてれば効いてます。足の力はできるだけ抜いてください。ちょっとです。ダー寝たままで両足上げます。足の甲でふくらはぎをトントン叩いてください。いろんな位置に動かしていきます。足首から膝裏にかけて両足30秒。それではいきます、スタート。足首から膝裏にかけて、痛気持ちいいぐらい、ちょっと強めに叩いてください。このふくらはぎをね、叩くことで前屈がすごく楽にいきます。ちょっとね、力が抜けるぐらい痛い感じで叩いてください。よし、はい、OK です。お尻、ハムストリングを伸ばします。あぐらを組んで寝ましょう。このまま足を抱えます。15秒ずつで足入れ替えます。スタート。ぐーっとね、抱えてください。15秒したら反対にします。よし、はい、反対足いきましょう。ぐーっとね、抱えて腰を丸めやすくね、前屈しやすくします。少しです。はい、 OK です。次は前屈を5回ほどやっていきます。下腹が出る姿勢を改善する前屈になるので、普通に前屈するんではなくて、鼻から吸って口から吐きながら前屈をします。おへそをしっかり顔向ける感じで、
お腹を、とにかくお腹を引っ込めてから前屈をします。これを5回です。とにかくお腹を引っ込めて前屈するというのがポイントです。それではいきます。鼻から吸って口から吐きます。スタート。お腹をどんどん引っ込めて、4回目、ラスト。OK です。お疲れ様でした。